両頭ざっくり丸のサビにしてくれるわ。すみません、私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。こんなとこで死ねるかよ。 ここで蹴りをつけておかねばならないようです。俺の全部でやり遂げるのみ。 お使命だ。先に進むとするか。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたら、ブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今 諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても、 今度はそいつらに国土を言うように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消えるミッドランドが。お前さんミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。ああ、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら 気をつけなされ。特に峠のあたりはの。だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。また負けた。強くなる方法を教えてくれよ。 内地へ絞って考えろ、自分で。お前、そうやってきたんだろうが、今まで。
冷たいよな。その点エルフ次元流は手取り足取りマンツーマンで。お優しいことですね。もしよろしければ巻き拾いに付き合ってもらえませんか。とっとと始めようぜ。何のことです？とぼけんじゃねえ。俺と決着つけるつもりで二人きりになったんだろう。何言ってんですか。私はガッツさんと親睦を深めようと思っただけですよ。血の気の多い人だな。もうな、すっとぼけたこと。その気がねえなら俺は行くぜ。ぶっちゃけた話、私はあなたには死んでいただきたいと思っています。やっとあの時の面に戻ったな。あなたと行動を共にすることでファルネーゼ様の身も危険にさらされます。できることならばこんな無謀な旅は今すぐにでもやめさせたいところです。ですがこれはファルネーゼ様自身が望まれたこと。あの泣き晴らした後の幼子のような表情、およそファルネーゼ様らしくない。私はあんな無防備な彼女を知りません。あなたが変えてしまった。とまあ個人的な感情はさておき、ファルネーゼ様が旅を続けられる以上は私もあなたとうまくやっていこうと思っています。ですがもしもこの旅でファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時はお望み通り一個人としてお相手させていただきます。気苦労の多いこったぜ。この感じ、こいつら人間じゃないぞ。ドロール、気色悪い。ファルネーゼ様、急げ、奴らが危ねえ。あらら、死ぬわね、あれは。このままだとねえ、どうするの。危険です、静かに。ここに結界を張ります。誰だお前。魔法だ、魔法の儀式だ。魔法？それじゃまさか魔女？おい、大丈夫か？うん、なんとか。あの子が魔法で、ってあれ、いない。何言ってんだ、ここは危険だ、抜けるぞ。トロールに魔女ですか。幽霊や化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。
そういやそうだね。どの口で言う？トロールに魔女、まさか使徒か。なんだここ、すげえ。マジでおとき話だぜ。なんだろうこの懐かしい感じ。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先、いや何かが違う。抜けてきたのかしら。普通の人間は立ち入れないのに。この二人、まるであの二人が歪みを引き寄せているよ。礼は言っとくぜ。皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。ようこそ礼二の館へ。弟子の非礼をお許しください。何分我が身を案じてのこと。私が当館の主、フローラと申します。これが魔女？ほら魔女って言いや、てっきりとんがり花でしわくちゃの妖怪みたいなのかと思ってたぜ。お嬢さん、そんなに怯えなくてもいいわ。あなたが奪った命の中に私の腹からはいません。もしいたとしても、それはあなた方の神に仕える者たちすべての罪。あなた一人に報いを求めるつもりはありませんよ。そして楽院のお二人、お会いでき嬉しいわ。私はあなたたちをお待ちしていました。待っていた？あんた俺たちのことを知っているのか？楽院を知っている、まさか使徒。いや、しかしこの感じはかすかに薄くが、これは何か違う。ばあさん、あんた一体なぜ楽院のことを知っている？
お告げがあったの。隔離用の友人から。小さき羽に導かれし楽園の者たちがこの森を訪れる。かの者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ、一体誰が。その前に一つお願いできないかしら。力を借りるのはこちらの方であべこべだけど。トロールが人里を襲っています。あれは本来隔離世のもの。人の目に触れることすら滅多にあるはずがないのです。あの化け物とも倒してこいって。自分でやっつければいいじゃん、魔女なんだろ。この身には時間もここを離れる力も残されていないのです。死期が迫っています。今は静かにその時を待つだけ。代わりにシール系を生かせましょう。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。もちろん無償でお願いするつもりはありません。その楽園の呪力を弱める呉服をこしらえましょう。引き寄せられる悪霊を減らし、少なくともあなた方自身が取り憑かれることは防げるはず。防げる、あれを。その話乗ったぜ。商談成立ね。お師匠様。皆さんにご挨拶なさい、シール家。皆さんよろしくお願いします。あんた、こいつを知ってるか。ええ、知っています。魔道を極めんと志す者ならば誰でも。ベヘリット、隔離世の真相と宇津世を結ぶ鍵、五人の見つかりを召喚するための呪物。さすがは魔女、話が早い。教えてくれ、こいつを使って奴らを呼び出す方法を。その楽園、彼らが刻んだものね。復讐ですか。あの娘を守るためにあなたたちはエルフヘルムを目指している。そうね。何でもお見通しか。矛盾ね。その憎悪が今日まであなたの両の足を支えてきたのでしょう。憎しみなくしてあなたの性はありえない。でもその豪華があなたにとってかけがえのないものまで焼き尽くそうとしている。これはあなたの考えているような、何か方法を見つければ使いこなせるといった類のものではないのです。ベヘリットとは人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在が宇津世に使わしたものです。しかるべき時、しかるべき者の手にある。彼らの力を渇望する時にあり、そうでなければ意志にかかわらず離れていくでしょう。たとえこれがあなたにとって復讐の道しるべなのだとしても、願わくはその手を離れていくことを祈っています。ま、俺だって今すぐこいつをどうこうするつもりはねえさ。そういや、俺がこの森を通るってあんたに。ああ、ちょっとちょっと、俺のベッジ勝手に持ち出さないでくれる。お前のか。そう、だって面倒見てんの俺じゃん。知らないだろ、ベッジの好物とかチーズだぞ。もう一つ、ゴッドハンド、奴らは一体何者なんだ。それは大いなる謎の一つ。分かってることは、彼らがかつては人間であったこと。そして転生した彼らが隔離世の遥か深淵に潜む何者かの意志の執行者であるということ。おそらくその領域には、人は人として幽体という自我をまとって到達することはかなわないでしょう。
獣どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。エレメンタルの加護を受けた魔法の剣、お世話になります。精霊さんたち、ザコどもを蹴散らすぞ。透き通った羽虫のような影、これが風のエレメンタル、シルフェなのですね。クリオの力は信じるほど強くなる。勇姿をしっかりイメージ、イメージ。私の指示通りに動いてくれれば大丈夫です。ありがとうございます、精霊さんたち。なんだか答えてくれるような気がしますね。これで打ち止めのようだな。それ、生贄の烙印ですね。お師匠様から教わりました。その烙印を刻まれたものは、断末魔までもが闇の者どもの供物になるのだと。あなたは、運命さえ司るほどの天使や悪魔のごときものに挑まれるおつもりですか？そうだな。いつか一発ぶん殴ってやんねえとな。馬鹿げてます。無知蒙昧というか。思いや感情は魔術にとっても欠かせないものよ。でも、相手は宇津代の断りすら通じない超絶の存在なのですよ。人々を巻き込み魅了する巨大なオドの流れ、宇津代のいかなる刃も触れえぬ強運。たか、あれは人の姿はしていても
霊的にそう呼べるものではありません。宇津世において一人として並び得るもののない存在、まさしく絶対者です。あの者が黙示録に記された五番目の御使いが受肉した姿、闇の鷹なのだとしたら恐るべきことです。その鷹こそ彼に烙印を刻んだ張本人です。だったらなおさら。シール家、私たち魔術師は人よりも多少はこの世界に内在する諸力について知識を持ち合わせています。でもその知識ゆえに時には飯になっているのではなくって。どういうことですか？おっしゃっていることの意味がよくわかりません。奇跡然とした奇跡のみに心を奪われるのではなく、目の前にある事実にも目を凝らしてごらんなさい。彼はまだ生きているのですよ。運命に抗い生き抜いて、そして彼は出会った。レージュの森の魔女フローラ一番の秘蔵っ子シール家に。私にあの人に力を貸せと？それを決めるのはあなた自身。神は運命を与えたもうけれども、それを選択するのは人の子よ。私はそう信じています。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。それでは行ってまいります。あなたたちに精霊の祝福があらんこと。いらしてたのね。声をかけてあげればよろしいのに。ほんとたくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、これでお気に召しまして。それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。同病愛哀れむといったところかしら。それとも利用しているだけ。古き友よ、あなたにまだ人としての心が残っていると信じたいわ。私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一因子なのやもしれぬ。そうね、神は運命を与えたも、出会いという運命を。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。皆さん、これを指に結んでください。髪の毛？お前の？どうしてこれを？電話をできるようにするためです。テレパシーよ。電話？うさんくせえな。そこで今回のトロール退治では、皆さんには私の指示に従っていただきたいのです。んだと？冗談じゃねえ。ちっとばかし魔法が使えるくれでリーダー気取りか。それが一番合理的です。戦況全体を把握して皆さんにそれをお伝えできるのは魔術師の私だけなのですから。トロール襲撃の際、村人が立てこもるとしたらここでしょうね。やはりここに陣を張るしかない。けれどこの場所は、はあ、お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。どうした？寺院の立っているこの場所はかつてこの土地の精霊を祀った神殿の跡です。法王朝はこうして精霊信仰の聖地を踏み潰し、教義を自らの権力を誇示する道具にしています。人々は神の名を唱え争い、神の名を唱え救いを求めます。
繰り返し、飽きることなく、自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ、自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。だったらやめりゃいい。お前にその気がねえなら、何もそんないけすかねえ連中のために危ない橋を渡ることはねえ。言われたから嫌でもやるってのは、ガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの？こんな人が私の運命であるはずない！絶対！なあ！トロールの大軍だ！来た！シール系、準備はできてるわよ。トロールです。皆さん、寺院に避難してください。イバレラ、私たちは魔術の準備に取り掛かるわよ。トロールがこんなにたくさんいるなんて。もうあんなに魔法もなしで、どっちが化け物なんだか。確かに人間離れしている。あの剣にまとわりつくあの影は、壊しなさい。トロールの大嫌いな性別した木の実をぶちまけるのよ。人が心配ですね。私は石殿さんと救出に当たります。ありがとうございます。
とうございます。ボスザルってとこか。そいつを倒せば下っ端どもも。皆さん、これから魔術でこの寺院に防壁を張ります。栄翔には時間がかかるので、それまで寺院を守り抜いてください。手分けしませんか。あの大きいトロールを狩りましょう。すごい、あの男ならトロールどもからこの村を。うじゃうじゃとキリがねえ。お前の腕じゃもう限界なんじゃ。バッキャロ、ここが正念場なんだよ。どうやらトロールはこの結界には近づけねえらしいな。まったく大した冗談だぜ。あのウマガエルは私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺もこのデカブツの方が分かりやすくて性に合ってる。さすがに無茶だ。あ
あんなのに勝てるわけが。そうでもないぞ。あいつこういうの結構慣れてっからな。してるだけあってタフだな。雑魚どもとは違う。時に何もできねえのかよ。我は水の眷属。この地を流れる谷川の精霊なり。古の名役に従い、この地を汚せし悪霊を洗い清めん。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。これが魔術。アスカとファル姉ちゃんの姿が見えねえぞ。まさか洪水に巻き込まれて。すぐ探さなきゃ。どうだ。ダメだ、どこにも見当たらねえよ。ファルネーゼ様は、お二人はまだ見つからないのですか。まだ動いちゃダメだって。大丈夫よ、きっと無事だわ。今シール家が二人のオドを探してるから。私の責任だ。私が力に溺れてしまったから。もっとしっかりやっていれば。おい、肩の力を抜け。そんなに社長こばってちゃ普通にやれることもできやしねえぞ。お前はよくやったぜ。正直驚いた。お前がこの村を救ったんだ。少々荒っぽかったかな。誰も責める奴はいねえよ。つうことでよろしく頼むぜ、魔女殿。いました。感じます。二人のオド。二人とも無事です。でも、これは、トロールに連れて行かれてるようです。致命傷じゃないけど、今すぐ動くのは無理ね。一晩明かせば傷も癒えるでしょう。ですが、それを待っているゆとりは。出発してください。一刻も早く。ファルネーゼ様をお願いします。行ってくる。冷たー。おい、ぼさっとしてるな。置いてくぞ。
本当にこの方角で間違いねえのか。トロールどもの残留思念をたどっているのです。間違いありません。にしてもさっきからだんだんと薄気味悪い景色になってきてねえか。なんだか魔女の館にたどり着いた時と真逆って感じだぜ。やはり恐れていたことが。ここは隔離用です。それも少々厄介な隔離用の闇の領域、クリフォトです。クリフォト。隔離用はその深みの中に独自の雰囲気を持ついくつもの領域をはらんでいるのです。幽体とは己のオドと同質の者同士が寄り集まる傾向があるのです。暖かなオドをまとう者は暖かな者同士で、ここは逆、暗くよどんだ心の群れ集う闇、クリフォトです。これは通常ありえないことです。隔離世と打つ世がこんなにはっきりと重なることなど、トロールやオーグル、妖精や魑魅魍魎、幽体の生物たちがまるで肉体を持っているかのように人々に認識される。彼らは本来私たちの精神世界、夜の夢や空想の中に住まう者たちなのです。もしもそれが現実に存在してしまったら。タロ、どうなるってんだ。わかりません。ただ世界は変わってしまう。いいえ、おそらくそれはすでに始まっています。あるものの出現とともに。この奥がトロールどもの巣です。急いでお二人を助けましょう。止まってください。あそこにいるトロールのオドをそらします。相手をしている暇はありません。見つからないよう慎重に進みましょう。すげえ、どうなってんの。オドを操ることも魔術の一部。魔術師ならば誰にでもできることです。やだ、増援呼ばれちゃったじゃない。シール家をちゃんと守ってよね。なんだ、行き止まりじゃんか。魔術で道を開きます。少しの間敵を引きつけてください。分かった、敵は任せておけ。頼もしいこと言ってくれるじゃない。こいつら奥から湧いてんのか。ちょっと見てくれ。復活、あっちからもトロールが。
にそいつを倒すか。ちょっと穴開けられちゃったわよ。俺が行く。食い止めりゃいいんだろ。道を開きました。先に進みましょう。この先にもトロールのオドを感じます。見つからないように注意して進みましょう。しゃがみ込んでうずくまってしまいたい。でも背中越しのこの子のぬくもりが私にそうさせてくれない。何もできない私に初めて託された、私よりも弱い存在、私が無力であることを許してくれない。これは報い、それとも。進むぞ。この奥です。詠唱の時間を稼いでください。よし、ここは俺様に任せな。
が迫ってるよ。またかよ。なんとか潰しに行かねえと。の気配がするわ。奴は怪我で動けねえ。命に別状はねえよ。あんたを連れて帰ると約束した。倒し終わりましたね。すぐにここを脱出します。また出てきやがったぞ。報い、これは。でも本当にそう。あの時私が気を失わなかったのはキャスカさんがいたから。自分よりも弱い存在が私を支えた。これは救い。私が虐げ続けた弱き者が今は私を救ってくれるの。俺が足止めする。おめえらを先に行け。そんな、いくらなんでも無茶です。あの数を一人で、魔術の援護もなしに。任せろ。なんなのよ。イノクも告げさせないこの言い切りようは。この状況を見れば無謀だってわかるでしょ。キャスカを頼む。ヴァルネーゼ、あんたのおかげで随分と救われてる。感謝してる。いえ、そんな。イシドロ、お前がしんがりだ。女たちを守れ。けどよ、俺。武器を持ちゃ戦場じゃガキだろうが。よくだ。任せられるから任せた。やり遂げてみせろ。あったよ、やってやら。クールに完璧に、このクソ男。さて、追っ始めるか。ゾロゾロ湧いてきやがる。久しぶりに100人、いや100匹斬りとシャレ込むか。腹減ってんだろ。来いよ。お前らのうち半分は今すぐ餌だ。Oh.
解き放つ。久しぶりに型を成してみれば、トロールどもの腹渡だなんて最低の体だわ。ガッツさん、全員出口までたどり着きました。あなたも早く脱出してください。今のはガッツさん、そこで今何が。ガッツさん、会いたかったわボーイ。お久しぶりね。いいえ、私はいつもあなたを感じていたわ。洞窟で、塔で、数えきれない夜の中であなたの慟哭を感じていた。どう？そして道が開かれた以上、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。感じさせて。あなたの怒り、苦痛、すべて解き放って。あなたの魂はこのクリフォトにこそふさわしい。その憎悪、苦悶、そして恐怖、男と女の姫ごとに水を差すものではなくてよ。それともあなたもご一緒する、王様。腹和田の正気、召喚されしは貴様のみか。召喚ですって？私は自ら赴いたのよ、この坊やに会いたくて。ならばもはや語るまい。もう殿方はせっかちなんだから。でも少々じらすのも女のたしなみ。ここは私の体内も同然。暴れなさい、激しく闇の落とし子たち。ファルネーゼ様、よくぞご無事で。もしものことがあったらどうしようかと。心配かけましたね。俺の活躍見せてやりたかったぜ。あなたは何もしてないじゃないですか。ワイルド、仲間か。もう二度と、そう思っていたんだがな。